わかりました。じゃあ本当にあの行動にはゴルゴの取引が関係あったのか、はたまた本当にバカなのかっていうのを明確に僕がしたいと思います。まあみんなの証拠を集めないといけないんだけど、はい、どうしたらいいのかなっていうか、まあまあ証拠を集めますとは言いましたけど、これどうすればいいんでしょうね。そのなんか僕らも含めて全員リアムに全面協力体制を取るべきなのか。いや、まあ僕はリアムサイドにあって、はい、お前はゴルゴンサイドでいいんじゃないか。そうだね、ゴルゴンのなんか引き出せるものがあるかもしれないし、クロナーさんはどうなのかちょっとマジで分かんないけど、もうあの人怖いんですよ僕。まあどうなんだろう、一番話してるし個人で、僕はリアムサイドで2人がゴルゴンサイドなのかなって今ずっと思ってて、まあまあそうだね、でも僕はもう全部話したから、ある意味ペンチさんに。まあね、うん、結構そのクロナーさんとそのゴルゴンが話すタイミングが多いから。多いですね。僕ちょっとクロナーさんのことまだ信じられなくて警戒しつつだな。そうだから、この話は死神くんにしかしないよ、はい、とりあえず。なるほど、分かりました。僕もじゃあ秘密にはしておきます。で、僕もゴルゴンに協力するふりをしとけばいい。まあまあしとけばいい。はいはいはい。まあ、でなんかその取引持ちかけられたタイミングで、まあクロノアさんがいないタイミングがベストだけど。そうですね、その時に僕に教えてもらえれば。わかりました。まあクロノアさんも信用できるってなったら。そうですね、まあ、僕ももうわざわざ積極的にクロノアさんの日数を落としに行ったりはしないんで、うんうん、また個人的に話そうって言われたらですね。そうだね、なんかずっとここうろちょろしてるけど何してんだろう。え、なんかバチャバチャ言ってる。なんかずっと周りを廊下を通ってさ、厨房前通ってそっち側に移動してんだよ。あ、本当だ、僕の右側いる。そう、帰ってくるかな、そろそろ帰ってくるかも。さあこっち来い。はい。ひで八番。はい。もう少し話がしたいんだ。え、こっち来い。え、通話もな。いや、複雑なことになったな、これ。複雑だよ。複雑すぎるよ。なんだこの状況マジで。いや、まあ簡潔に言うと取引は持ち込まれました。まあやっぱいつものですね。まあそれはそうだろうなと思ったんですけど、はい、どんな感じになった。ね、お前取引のこと言ったか。取引のこと、いえ、特に口外はしていないはずですが。そうか、ならばお前たちの中に裏切り者がいるのかもしれないな。裏切り者と言いますと？取引について何やら漏れている可能性があるぞ。はあ、本当に何も知らないんだ。いや、何も知らないです。はい、それは本当です。厄介だ、面倒くさい、非常に面倒くさい。そうだな、はい、なんかメンバー内で心当たりのあるやつはいる。心当たりですか。ああ、そうですね、まあ直近の事件で言うとやっぱ自分の牢屋に、まあ、6番がいたっていうこともあって、まあ、ちょっと6番怪しいのかなと思ってたりはするんですけど。そうか、分かった、ありがとう。全然証拠的なものはないんで、はい、今現状ではどうにも。お前残り日数は何日だ。今は何日でしたっけ、ちょっと覚えてないですね。20日以上あるか。確かあったと思います。まあだったらお前は助かることは間違いないだ。そうですね、プラス、そういえばあのプラス1日されてますしね、その表記より。そうだな、実はな、さっきスティーブそいつから、はい、鍵を受け取ったんだが。はい。え、あ、これを204号室、はい、6番に返して。はあ、で、やつらにはこう言うんだ。ゴルゴンと話して薄気に近くの宝箱を漁ったら中に入っていたとな。いいな。はい、なるほどね。
じゃあ黒沼さんは僕にどうやって鍵を渡そうと渡す流れなんだろう、それなんか変な話ですけどね。ね、まあ裏でなんか主役に渡せみたいな話は受けたんだけど、はいはい、で今持ってるんよ鍵、はい、これどうしようかな。あ、僕じゃあ受けます、受けます、受け取ります、受ける、とりあえずじゃあ受け取りだけ、はい、どう立ち回ったらいいのかがわからないんですけど、ね、結果的に仲たがいさせたいみたいな、まあそうですよね、話だったっぽいんだよね。はい、入れ。はい、じゃあわしは行く。あ、お疲れ様です。僕は何その個人面談いじめあれもういなくなっちゃったいやいやいや、もうなんか僕は一人ずつのやつじゃん。たわ、ほんとなんかたわいもない話だった。なんか僕は スティーブは、はい、なんかスティーブの調子はどうだったみたいな、なんかその今回の態度はどうだった、はい、スティーブってあんま好きじゃないらしくて、スティーブは。へえー、なるほど。別になんか気さくな人でしたけどって言ったら、へーっつってめっちゃため息ついてたまあそれはこっちもそうだった、うん、本人うん、めっちゃため息ついてたあの人。へー、自分は取引を持ちかけられましたね。はあ、普通に なんか死神くんとスティーブを長高いさせろみたいな。え、すごい変わった話ですよね。僕も聞いたんですけどね、ちょっとね、よくわかんない。別に仲いいわけじゃないのにねそう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 。やる。あ、おはようございますね。ちょっとまあゴルゴン様からちょっと命令受けちゃってね。はい、ちょっと全員出てきてくれ。はい、はい、はい、で、ちょっとついてきてくれ。はい。はぁ、あ、まったく困ったもんだな。どうしたんすか。みんな、ここをまっすぐ進んでくれ。はい。はい。お前なんか持ってるか？僕じゃなくないですか、今乗ったの。もう一回、じゃあ、通ってくれ。いや、お前だな。何を持ってるんだ？すいません、ステーキを隠し持ってました。じゃあもう一回通ってくれ。おいおい、いいか、隠してたっていいことないぞ。人参です。これで本当に何も持ってないんだな。2マリオン越しする鍵ですお前俺に渡したはずだわ。あー、はいはい、そうですね。本当はこういうことはしたくないんだが、悪いがこれはリアム監視に報告するからな。ちょっとちょっとちょっと、はいはい、もう身の潔白潔白。はい、いや分かってる、日数は減らさない。はい、だがこういうことがあった以上俺も少し厳しめに見ないといけないみたいだ。はい、まったく急にもっと厳しく与えたの言ってきやがって。まあいい、聞いてくれ。まったく、もう少しゆっくりさせてくんないもんかね。もうゆっくりしてほしかったですよ、僕スティーブさんには。いや、もうそれチェックするためだけに言ってたんだ。あ、荷物チェック的な。そうだ。あ、そうだったんだ。ちゃんと仕事をやってるかどうかっていうのをゴルゴン様から言われたんだ。なるほど、なるほど。悪いが、こういうことがあった以上、一応報告はしないといけない。はい。で、俺も怒られるから、ある程度厳しくしないといけない。はい。あ、まあ、それは仕方ないっすね。うん。まあ、俺からは日数減らさないけれども、もしかすると減らせって言われるかもしれないから、その時は、はい、まあ、甘んじて受けてくれ。じゃあ、日数を減らす。あ、減るんですね。まずは9番から。はい。はい、まあ、夜だからね。特に21日。で、8番。はい。残り16日だ。なんでこんな少ないの？なんで？なんで？なんかふと見れば。で、残り18日。僕ってでもその、あの、スティーブ監視に204号室の鍵一回渡したじゃないですか。ああ。なんかなくした鍵を見つけたら1日あげるよみたいな言ってませんでした？いやー、そうなんだけどな。まあ、お前のやつを、
とりあえずは減らさないってだけで。わかりました。まあ本当は減らしたくないんだけどね。はい、まあいやでももうそうですね、まあ、監修っていう立場なんで、そうですね、しょうがないと思います。まあしっかりやってくれ。はい、いいな。じゃあおやすみ。お疲れ様です。お疲れ様です。え、どういうこと？なるほど、すぐ来たね、しげくん。なんか思ったよりすぐでしたね。探索とかできるかなって思ったんです。な、何が？そう、クルモさんに持ちかけられた取引のやつだったんですよ、今の内容な話なんだけど、なんかこの3人の中でなんかスパイみたいな活動してるやついないかみたいな話が、はい、ゴルゴンの取引を忠告してるっていうか、まあ漏らしてるやつがいないかって聞いた。漏らしてるやつがいるんじゃないか、はいはい、で俺はとりあえずね、シリガイ君っぽいかもみたいな話をしたんだよ、はあ、そしたら、まあ、なんかこうシリガイ君を陥れるためみたいな感じで、なんか鍵を渡し、その204号室のあのカジノにあったやつ、はい、を俺が受け取ってゴルゴンから、はい、それをシリガイ君に渡して、はい、なんかスティーブにバレさせろみたいな、はあ、やつを受けたんよ。それはゴルゴンからもらったんですか、204号室の鍵を。そう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 。でスティーブのこともあんまよく思ってないから、これで関係を悪くすればいいなみたいな話もしてたから、僕もちょっとその取引の意図も分かんなかったので、とりあえず乗ってみるかみたいな感じでちゃんと直接取りに行ったんですよ、僕が。クロノアさんにやられたとかじゃなくて、うん、はあ、そうで、その鍵でなんかできることあるかなって思ったら即見つかりっていう感じですね。なんで話さんの。いやでもその話そうとしたタイミングで来ちゃったから。来ちゃったのね。取引があったって話してる途中だった。あーそっか、びっくりした。マジ何も知らなすぎて。いやマジで回収早すぎんよ。無言だったもんね。なんで死神くん204号室の鍵持ってんだよと思って。その話をしようとしたんだけどな。そうそうそう。いやとりあえずでもまあこの話をしてくれた時点で、割と僕クロノアさんはもうしっかりなんか協力してくれるっていうか、まあ裏切る気はないんだなっていうのは思った。いやもうね、さすがにね、うん、本当にですか。いや本当に本当に大丈夫だと思う。死神くんも信用たると思う。信じられないなら全然それも言われたまんまの流れになったから。そう、何も僕からすると裏切られてないんですよ、クロノアさんに今の。うん、じゃあ僕事前に通した内容だと、もう説明した方がいいかな、死神くん。どうなんでしょうね。なんかそのゴルゴンが知ってたじゃないですか、なんか漏らしてるやつがいるんじゃないかみたいな。うんうん、そういう話はしてたね、はい、それってなんかなんで分かったんだろうっていうのが、なんかリアムから伝わってるのかな。もう俺みんなのこと疑いたくないからさ、うん、もう言っていいし、ニガミ君。言いますか。まあそうですね、僕もクロノアさん今ので完全に信じた感じです。まあ僕はクロノアさんがそのゴルゴンうん、さんと話してる間に、はいはい、僕と死神くんは話してて、実は、うん、個人面談があったじゃないですか、リアムの。はいはいはい、はい、僕あのタイミングでリアム監視といろいろ話したんですよ、うん、でこの漁師の手記を見る限り、まあそのリアムとゴルゴンはつながってないって見たんですよ、僕は。はいはいはい、で、はい、まあホーグな刑務所で、まあいろいろあったじゃないですか。まあその厳格なリアム監視は、うん、なんだろう、そういう取引とかそういうの嫌いだと思ったんですよ。はいはい。だから僕思い切って取引の話をしたんですよ、ゴルゴンの。あーなるほど。そしたらまあまあそのクロノアさんと死神くんがどういう取引をしたかっていうのは結構うやむやにざっくり話したんですけど、うん、まあその証拠をお前は探してくれっていう、なんだろう、ゴルゴンサイドのスパイとして僕がこう、はいはいはい、話をこれリークしたわけだ。そう、リークがあったんですよ。なるほど。でその次の日に、まあ、ゴルゴンがなんかリアムの様子がおかしいみたいな、俺のことを調べてるっていうのが、はいはいはい、あの言われたんですよ。でまあ僕がまあもちろん言ったから、リアムは調べに行ったみたいなことなんだと思うんですけ ど、それでゴルゴンも感づいたと。そうそう、感づいた。だからはいはいはい、はー、だから僕なるほど、今回リアムが味方になってくれるんじゃないかなって。完全に敵ではない可能性が、ね、そうですよね。そう、なんか今までが厳格だったから、うん、だからそういう不正とかを絶対許せない人なんだろうなっていう。あー確かに、それ聞くと確かにな、僕は思って
この僕がこうリアムサイドにつくっていう、はいはいはい、気持ちで死神くんはあの、まあ、ゴルゴンサイドに今もいるからゴルゴンサイドにつけばいいよって話を実はしたんですよ、うん、そう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 。でも今の流れで言うとクロノアさんがゴルゴンサイドとして動いてくれた方が、まあそうだね、綺麗そうですね。まあ、死神くんは中立っていうか なんだろうまあまあまあその時臨機応変に対応するっていうか、まあまあ ね、そうだね。そしたらある程度リアムには漏らしてもいいかもしれない。有利に動くなら僕やられ役になるんで、その、うん、そうですね、ゴルゴンにうまくいってるって思わせた方がいいかもしれない。オッケー、俺はもう指示にはもう完璧に従うけど、両方リークしてもらってそっちもリアルに、はい、リアム僕はそうですね、僕はリアムサイドでリアムの話をこううまい側にやっていきます。オッケーオッケー。難しすぎるだろこれ。いやー難しいですね。落ち入れつでそう。めっちゃ頭脳戦なんだけど。やばすぎるな。あ、とりあえずじゃあエンジンルームの、はい、どこにあった本を読もうかな。あ、そうですね。そうですね、うん。読みたかった。そうだ、それ読みたかった。じゃあエンジンルームについて、はい、読みますか。読んでいきたいと思います。エンジンのコントロールを維持するため数ヶ月に一度大規模な調整が行われる。そしてその際制御レバーの設定も行うのだが、テロなどによる工作を受けるのを防ぐためそれぞれの担当ごとに採用レバーを設定できるらしい。ああ、色の占いとか言ってたやつもそれの一つなんだ、ね、多分。なるほど。エンジン出力を調整する際する際は正しいレバーを入力した状態でボタンを押せば制御が変更される。お前ミスってんだ。あ、そういうことだね。しかし間違った状態でボタンを押すと出力が上がり蒸気が吹き出るため危険だ。やりました。もうやりました。はい。もし制御が必要になった際は各担当者に確認を取ることですね。順番があるらしい。ボブさんのまずは見つけないとダメね。俺読めたよ。え？え？これさ、はい、第一区画って書いてあったじゃん。そうですね。うんうん、もう一つかぐらいあるでしょ。そうだね。これスティーブ担当してんじゃない？マジ？そういうことじゃないの？あ、なるほどね。もともといたって言ってたじゃん。リアムが途中から来たって、うん、ほんで。そうかそうか、そうだね。あ、スティーブもいるかも。もしかしたらスティーブから聞かないといけないっていうこともあるかもしんない。あるかもな、それおもろい、めっちゃ。そう。なるほどね。いや、悪い悪い。遅れた遅れた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は刑務作業の日だ。その前に朝食を配んないとね。今回の朝食は、まあ、ステーキでいいだろう。え、ステーキ？またステーキもらえるんですか？やったー！嬉しい！もう、パンパン！もらえんくなるよ。いや、欲しい。じゃあ、今日はちょっと、客室の清掃をやってもらおうか。はい。はい。まあ、お前たちなんか204号室の鍵2回ぐらい持ってたしな。はい、まあ、はい、お前たちっていうか、まあ、6番。うん。まあ、そっか。じゃあ、ちょっと、客室の掃除なんだけども、はい。鍵がこれと、確かもう一つ、リアム監修かなんか預かったやつあったな。じゃあ、それの2つ掃除してもらおうかな。はい、わかりました。わかりました。はい。あ、やべやべ。雑巾持ってこねえと。あー、じゃあ8番。はい、ちょっと倉庫から雑巾持ってきてもらえる？雑巾、わかりました。ああ、了解です。2人はちょっとついてきて。はい、よし、じゃあここでちょっと待ってて、もし、8番が来たら教えてくれ。雑巾、あ、わかりました。はーい、はーい。鍵持っていく。これ今さ、今とあれ通る？え？通る？金属探知機？うん、よいしょー、ごめんごめん。通るけど結局鍵持ってるから。はい、8番はまだ来てないかな。まだですね。そうですね。よいしょ。部屋がね、実は2つあるんだ。前205号室と204号室の鍵があるみたいだから、はい、そこの掃除をしてもらいたい。わかりました。お、来たね。OK です。よいしょ。その鍵ってもういただけたりするんですか？
ああ、とりあえず1階に行ってから渡せよ。はい、あ、これ紫の、これって。ああ、受け取る受け取る。はあ、怒られちゃった。怒られちゃいました。誰に？ゴルゴンさんにですか？いや、リアム監視長。あ、そうなんすか。まあ、いいんだけどね。まあまあ、まあ、でも僕は好きっすよ、スティーブさんのこと。僕も好き。うん、親しみを感じます。うん、まあ、それだったら嬉しいけどさ。もともとね、別の部署を希望してたから。あ、じゃあ1階に移動しよう。はい、はい、いや、昔はね、はい、まあ、ゾピロニア警備隊ってよく言うだわ。お前たちのことを多分捕まえたやつだと思うんだけど。はい、聞いたことあります。昔はそっちにね、いたんだよ。あ、そうなんですね。おっと、こことここだね。まあ、そこで武器の整備だとかそういうやつが俺の仕事でね。はい、じゃあこの204号室と205号室の掃除をやってくれ。わかりました。で、俺はこの先のロビーにいるから。あ、終わったら言いに来て、言いに来てくれ。いいね。わかりました。わかりました。じゃあ頑張って。はーい。今、うん、はい、その工具箱持ってきましたよ。お、え、ナイス。そして僕はバールを見つけました。え？1階と2階の探索を進める2人。このエメラルド取れるのか？ゴルゴンとクロノアさんがまた二人きりで話してる。今度は一体何を企んでるんだ？次回、今度こそ8番を潰そうの回。ごめん、前回の次回予告間違ってたみたい。